サチン・ラメッシュ・テンドル・カールは、インドのマハーラ・アシュトラ州のムンバイ出身の元プロクリケット選手、ウトウ・ミギウチ、バッツ・マン、様々な大記録を達成しているその業績から、クリケットの神様とも評されている。クリケットの長い歴史の中でも、最も偉大な選手の一人とみなされている。テスト方式で、史上最多の通算15,921得点、オジ方式で、 史上最多の通算18,426得点を記録。テスト当時の合計で3万得点を超えている世界で唯一の人物である。また最高峰の世界選手権に位置付けられているクリケットワールドカップで史上最多の通算2,278得点。1試合100得点以上のセンチュリーがテストで史上最多の通算51回、オジで 史上最多の通算49回であり、合計で100回を記録した。1989年に若干16歳でインド代表としてテストとオジデビュー。2013年に40歳で現役を引退した。2002年にクリケットのバイブルとして知られるウィズデン・クリケッターズ・アルマナックによって、歴代でドナルド・ブラッドマンに次ぐ2番目に偉大なテスト・バッツマン・オジ。 バッツマンにおいてもビブ・リチャーズに次ぐ2番目に偉大な選手と評価された。キャリア晩年や引退後の評価では、ブランドマンやリチャーズを上回り、史上最高のバッツマンとの評価を受けることも多い。2010年にアメリカのタイム誌によって世界で最も影響力のある100人に選出された。2013年にウィズデン・クリケッターズ・アルマナックによって150年間の 歴代ワールドイレブンに選出された。国民からも大変な尊敬を受けており、2014年にはマザー・テレサも受賞歴のあるインドにおいて、民間人を称える褒賞としては最高の英典であるバーラトラトナ賞を受賞。他にもインドスポーツ界において最高栄誉であるラジーブ・ガンディー・ケール・ラトナ賞等を受賞した。アニメスーラジ・ザ・ライジング・スターでは主人公が入団する。 ムンバイチャンピオンズの首相、サミールのモデルになった。ありがとうございます。